アキュラ ARX-02 はアメリカンルマンシリーズの LMP1 クラスへの参戦のために開発されたスポーツプロトタイプカーである。LMP2 クラスのアキュラ ARX-01A、B とは異なりモノコックを含めて独自設計のものである。2007年よりアムズの LMP2 クラスに参戦するチームをサポートしているホンダパフォーマンスディベロップメント HPD の新たな試みとして、LMP1 クラスに投入された車両で、初めて HPD が主に設計と開発を行ったものである。エンジンは、LMP2OV 型8気筒3.4リットルなエンジンをもとに、新たに設計した V 型8気筒4.0リットルなガソリンエンジンを搭載している。これは、競合車のものより若干排気量が小さくかつ、 保守的な印象がある。車体は HPD とイギリスのアースリサーチとが共同開発したもので、各部の空力部品の処理や前後に同サイズのタイヤを装着するなど斬新な部分が見られる。デビューシーズンである2009年に投入された a キュラ l a レ r x アー r はドフェランモータースポーツとハイクロフトレーシングが使用している。 開幕戦セブリング12時間では、ドフェランモータースポーツが、ポールポジションを獲得するもリタイアを喫するものの、その後は他チームの撤退にも助けられ連勝を続け、第8戦において、エンジン、車シシー量部門のマニュファクチャラーズタイトルを獲得し、最終戦において、ハイクロフトレーシングが、ドライバーズタイトルを獲得した。ありがとうございます。